ちょっと最近ちょっと生でしてないなってちょっと思って、あ、生配信のことですよね、うん、生っていうのやめてください。なんか嫌なのでりなちゃんにさ、まあちょっと今日ね、はい、ちょっと急に僕生でしたくなっちゃったから、生でするっていうのやめてください。生配信をするって言ってくださいなんか。急遽なんで語弊が出てきてしまいそうなので、ちょっと生でしていいかなってちょっと今日聞いたらね、聞き方されてないんですよ。りなちゃんがいいよって言ってくれたんで、てか生配信してもいいみたいな風にも聞かれてないですよ。生配信をするよ今日みたいな感じですよね、いつも。生ですることにしました。今日生でするって言わないでくださいって。何回言わせるんですか、はい、生配信です。あ、生配信、はい、もうで、はい、これしますよ。だってこれまずこれなんてもうテンガのやつですからね、これ、テンガメンズチャージ。何ですか、何、知らないんですけど、どういうこと。なんかだから量少なくないですか、んこれ。形もなんか飲む形じゃなくないですか。あ、これ飲むやつでしょ。え、知らないですけど、飲むやつじゃなかったらなんなんって感じですけど、もううちも分かんないですけど、あ、まあこれ天狗が出してる確実にね、まあね、いろんなね、まあ成分とか研究してるはずですから、絶大な信頼があるんですね、そう。そしてスゴジュウね、はい、スゴジュウ、うん、あ、スゴジュウってそういうものだったんですね、うちあんま知らなかったです。まあわかんないけどね、僕も正直ね、うん、でもまあ漢字ですごいって書いちゃってるんで、これまあ確かに、まあすごいんでしょう。スゴジュウ、すごい知るじゃないんですね、すごいジュウなんですね。そう、まあそしてマカの元気、これマカの元気、マカなんてもうだってね、うん、もう見てマカドリンク売り上げナンバーワンって書いてありますよ。マカドリンクがそもそもそんなないんじゃないですか、うん、唯一のナンバーワンなんじゃないですか。いやいやいや、唯一だからなとかじゃないんですか。マカの、ね、ドリンクでナンバーワンを、ね、飲んだらどうなるのかって話ちょっと、ね、気になりますよね、うん、はい、そしてね、これ何これ、みなぎぐ地震と活力地震もメンタルにも効いてくるんですか。すっぽんパワーインゴールド、はあ、すっぽんですよ、すっぽん、うん、分かる。すっぽんってやっぱりなんか、うん、まあ需要競争、うん、そういうなんていうんですか、まあ、活力を与えてくれるって言いますよね、有名じゃないですか、うん、でもすっぽんって高いんですよね、うん、あ、そうなんですね。その食べたりとかしようとするとね、そのすっぽんの成分がここに入っているというね。へえ、すごい。これはほらすっぽんエキスが入ってるんで、これちょっとこれどうなるか気になりますよね、これね。あ、うん、そうですね、うん、いいですね。そしてこれビンビン液ね、見てください、ね、文字通りビンビンになっちゃうんでしょうね、これね、うん、の恥ずかしいですよ。まあなんかどこがビンビンなのかわかんないですけどね、まあ、私もわかんないです、うん、もうこれりなちゃんがねビンビン液飲んだらなんかどこがなんかビンビンになりそうな、なんか心当たりある、なんか別にないです、ここがビンビンになりそうな、心当たりはある、時代に合ってないですよ